ニューホランド製、トラクターニューホランド製、コンバインニューホランド製、コンバインニューホランド製コンパクトベーラーニューホランドは CNH インダストリアル産科の農業機械、建設機械ブランドである。ニューホランドブランドの農業機械、建設機械は世界中で販売されている。ニューホランドはエイブラム・ジン・マーマンにより1895年にアメリカ・ペンシルベニア州ニューホランドに設立された。 1947年にスペリーに買収されてスペリーニューホランドと解消した。1964年にはベルギーのコンバインメーカークレイスを買収している。芝関連機器の製造部門は1974年にアメリカのアリエンスに売却された。1986年にはフォードがスペリーニューホランドを買収しフォードニューホランドと解消した。 あとに一部をイタリアフィアット社へ売却。フォードニューホランドは1998年、トラクターメーカーであるバーサタイル社と建築機械メーカーであるオーワンド、営社を買収、再びニューホランドと解消した。2000年にフィアットはケース i h を買収、ニューホランドと合併させて c n h グローバルへ改組した。バーサタイルとジェネシストラクター部門は、 カナダのビューラーインダストリーズへ売却した。一時期、フィアットグループがオーナーを務めるイタリアのサッカークラブ、ユベントスのユニフォームの胸スポンサーになっていた。現在日本におけるニューホランド製品の総代理店で、ある日本ニューホランドの前身、北海自動車工業が、北海道札幌市に設立されたのは1934年である。当初、 外国製乗用車の販売と修理の営業を行っていたが、1952年、フォードトラクターの日本総代理店となり、農業用トラクターの輸入販売を開始した。1970年には、北海自動車からトラクター部門が独立し、北海フォードトラクターとして発足。また、1987年には、フォードニューホランド製の牧草機械の販売権をも、 獲得する。1995年には社名を日本ニューホランドと変更し、現在に至る。1952年からのトラクタの輸入台数の、累計は、約6万5千台以上で、無借金経営の上に、自己資本比率は70%近くに及ぶ。ニューホランドは、IHI の子会社、IHI 芝浦から農業用トラクターを調達、欧米市場で、 自社ブランド製品として販売している。また、日本ニューホランドは、独自にクボタから、小型トラクターの OEM を受け、ニューホランドブランドで発売している。ありがとうございます。